まあ、銀座に来てるんですけど、寒いですね今日は。なんか雰囲気的に雪が降りそうな。で今日は何するかっていうと、歌舞伎見に行くんですよ。初めて永田さんのオンラインサロンのプログレスのメンバーと一緒に行くんですけど、全然歌舞伎予習してこなかったですね。ちょっと一冊ぐらい本読んで勉強しておけばよかったかなと思ったんですけど、今日は4時半からのね夜の会を見てきます。4時間、8時半まであるみたいですけど、3つぐらいかな演目がやると思うんですが、ちょっと行ってみます。歌舞伎座到着しました。これ今日の演目かな、多分そうだな。結構行列がすごい。はい、16列27番だから、この一番後ろの27、ここっすね。うん、24、28、はい、お、いいとこ。イヤホンガイド借りました。これないと分かんないですよ。16列目花道全部見える感じです。歌舞伎終わりました。3幕あって、最初の幕間が15分で次の幕間が35分だったんで、2回目の幕間でご飯食べるのがおすすめですね。で、あのイヤホンガイドはあるんだけど、完全に予習してった方がいいと思います。あのストーリー知ってるから面白くないっていうもんじゃないと思うんで、まあ文化を楽しむみたいな意味合いで言うと、しっかり内容を予習してって、それでまあかつイヤホンガイドを使うっていうのがおすすめですかね。で今日の3幕目が三島由紀夫原作の本だったんですけど、もう完全にコントですね。結構2幕目の連獅子のもうなんかすごい今でもやってるようなボケが中に入ってたりとかして、まああと迫力もあったし、これ面白かったですね。だから次来るときはもうちょっと予習をして来たいなと思いました。はい。